はい、こんにちは、カズマダンです。ええ加減進化して何話目でしょうかね。コースを変えてみますか。ゼラオラ、難しさ3なんですね。早技ドリンク、防御カプセル率高え。どこだ、グレード4、まずいよ、ゴーストだから。これも5秒ですね。もう初っ端から狙っちゃいますよ。強い。避けるかな？避けない。いやー、返り討ちがいい。ないか。35は終わった。それはダメだ、それは2人ともやばい。早いよ、やられるのが最短ですね。うわマジでか、お前急所に当たるなよ。まあ次にピカチュウが使えるということでプラスに捉えましょう。やった、スーパーボールだ。進化、進化、進化。全然進化せんな。ポケモン、おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。うわ、モルフォン。100円を入れると、危ない危ない危ない、バトルを続けられるよ。バトル、ポケモンセンター戻るとこだった。モルフォンは夏い、連続バトルボーナス。あれは持ってないです。しかも1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで応援ボタンを押しながら相手に攻撃だ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃アップ、ナイス10。決まった。やばい、全然気合貯めれてないよ。ボールレバーで応援するだけのボタンを押します。とりあえずこれでモルフォンは倒せる。問題は気合が 400% 超えたいんですよね。
おっと二人いっちゃった。ナイスハイパーボール。これはいただきましたね。よし。すごい。2体同時に捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンをレバーで選んで。持ってませんでした、やっぱり。さあ連打連打。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。ああ無理だ。600は無理だ。600は無理でしたね。すごい飛び上がりレベルだ。周りのポケモンがゼラオラ。あーいないな。いた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 。よし。OK、よしナイス。とりあえずギャラのせやつけよう。いやピカチュウは遅いからね。ちょっと検証しよう。検証何秒かかるか。6秒4.4秒かかります。あ違う 5.4 秒だ。ピカチュウは 5.4 秒かかりますね。そんなに遅くないね。じゃあ当たれ。あーマジでそれはあかん。ボールレバーで応援するポケモンをボタンを押しなくてポケモンを応援だ。Z 技だね。敵の攻撃、防御ルーレット。赤いマークを攻撃する運動発生。ボールレバーで応援ボタンを押しなくてポケモンを応援だ。はえー、全部はえー。防御ルーレット。赤いマークを攻撃。どうしよう。サプライズアタック。ここに来て600を超えました。ボールレバーで応援するポケモンをボタンを押しながら相手より先に攻撃。あと7秒。どうだろうね。できるだけ高い攻撃はもう当てていきましょう。ボールレバーで応援するポケモンボタンを押しなくて味方の攻撃。これでギャラドス倒せれば避けちゃうなこれ。あ、そっち当たったの。そっちさあ、でも相手2人からの攻撃は必ず食らうと思います。相手の攻撃防御ルーレット赤いマークを上げ防御ルーレット。どうだろうね。意外と倒れない。ボールレバーで応援ボタンを押しなくてポケモンを応援だ。接戦ですね。時間とのせめぎ合いって感じもしますし、多分これは 100% やられます。よし OK ナイス。2人ともやられたので10秒プラスです。さあボタンで決定。ボタンで決定。ボタンで決定。ダメージを絶対的に与えたいのでネクロズマとアーゴヨンコンボボーナス。こ
久しぶりに見ますね。強すぎ。出た銃。狙えねえんだよマジで。あんだけ7種あると逆に強い。さあゼラオラ、真ん中早い。夢を見させてくれない進化チャンス。僕はそれだけに望むのはそれだけです。進化。おお、マジか。いいバトルだったね。ねえんだ。受け取ってよ。おめでとう。先輩トレーナーから。全然進化しないじゃん。転送中、ポケモンデータを受け取ってるよ。さあ、100円が限界を迎えてきました。次でラストですね。カラカラ。それではまた明日。